10万円が受け取れる10万円プレゼント企画実施中です。概要欄の方から受け取れますので概要欄の方をチェックしてください。それでは動画の方やっていきましょう。はい、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、いるね。でタイトルとかね、サムネにもある通り、ようやくついに、最新アップデートの情報が来ました。シーズン7がもうそろそろ PUBG にも来ますよということで、リーク画像とかね、いろいろ公開されていて、結構面白そうな、なんだろう、シーズン7のロイヤルパスとかね、公開されていたんで、そちらの方をね、今画像載っていると思うんですけど、ちょっと敵いるんだよね。目の前に敵いるんですよ。オッケー。行きましょう。奴らの物資を取りに行きましょうか。いた。あいつ武器持ってないじゃん、何も武器持ってないと思われ。オッケー。やばい。いるんだよ、そこに。目の前に。え？嘘でしょ？今ので、お前逃げなかったんかい。マジかよ。マジか、ナイス。ありがとう。で、こちらがシーズン7の、多分ロイヤルパスの中に入っているスキンになりますね。はい、ウルバンって書いてあったり、アサルトって書いてあったり、まあ、この2人の名前なのかな。イメージキャラクターって感じですね。多分シーズン5の時もそうだったんだけど、レベル100にすると、スキンが2つから選べますよみたいな感じで、また結局はね、この2つのスキンもゲットできるみたいな感じになると思うんですけど、これ楽しみですね。ちょっと今回はシーズン6の時と違って、PUBG の世界観をちょっと重視したようなスキンになってる感じですね。なんかフードかぶってたりとか、ちょっとかっこいい感じのが多かったです。はい、でこれだけじゃなかったんだけど、もっと後でね、いっぱい画像出すんだけど、まあウルヴァンって書いてあって、アサルトって書いてあるんで、多分この2人のね、まあ、主人公的な感じの名前なのかな。実は前回のシーズン5に出てきた、まあ、キャラクター2人はなんか対立してるっていう感じだったんですけど、今回は対立してるっていうよりは、どっちかって言ったらね、この2人でなんか戦い合っているみたいな仲間の印象があるんですよね。まあ、一応シーズンが変わるごとにテーマが変わっていったりするので、まあ、これは憶測になるんだけど、多分この2人がチームを組んで、まあこれね、スカベンジャーって書いてあるんで、まあ、スカベンジャーって確か清掃員とか、なんか清掃するみたいな感じ、排除するみたいな感じの意味だった気がするんで、まあ敵、あ、いるね。敵を排除するみたいな感じの意味で捉えていいんじゃないかなと思います。ちょっと待ってね、こちらに敵がいるので、登っていきましょうか。この家やね。さあ突っ込んでいきましょう。あ、いますね。さあ、とりあえず、かっきりだけ入れて、隣の家にもいるんかな？あ、奥家にいるわ。この家にいる。多分ね、来るよ。来た。扉開いた。はい。運ピン、俺 SMG しか持ってないんだ。あ、そっちにもいるわ。ちょっと、この、トミーガンの容量を使って、オッケー。大容量を使っていきましょう。トミーガンもね、大容量作れば50発入るんで、まあ、今は大容量ないけれども、いるね。ちょっと一回体力回復したいですね。なんか挟まれてるわ。大丈夫か？1番さん大丈夫かな？1番さん俺だわ。オッケー。とりあえず、まあでもまだ気絶か。隠し入れて、まあ多分もういないと思うんで、まあまたいたらね、ちょっと戦闘になると思うんですけど、今度ね、この写真を見てください。これ、でーん、こちらですね。これね、飛行機のスキン、まあ追加されるの当たり前じゃないですか。これ見てください。なんか、飛んでいる人から赤い煙が出てるんよ、足から。これさ、飛び降りる時のモーションスキンが追加されるってことだと思うんだ。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、エーペックスレジェンズあるじゃないですか。エーペックスで、こういう仕様があったんよ。だからそれの、まあ、オマージュみたいな感じだと思うんですけど、多分オマージュで、まあ、これが追加される感じですね。これいいですよね。で、ただ、降り立ってるところがあからさまに分かってしまうっていうのが、多分ネックなところだと思うんで、まあ、みんなつければ、無課金でももしかしたらつけられる可能性もあるんで、もしかしたらみんながみんなこれがつけられれば、まあ、敵がどこに降りてるのかっていうのもなんか明確にわかるようにはなるから、まあ悪い仕様じゃないと思う。新しい試みとしてはね、すごいいいと思いますね、こちらね。そしてこれがロイヤルパスのシーズン7に入っている、まあスキンですね。まあさっきも言ったよね、ちょっと PUBG っていうか、まあなんかシンプルイズベストをなんか追求した感じなのかな、今回はって感じで、まあかっこいいよね。レベル3のヘルメットとかも若干
干変わってる感じで、これが AKM と KR カーだね、カーのスキンバック、そして多分これレベル1のヘルメットだと思うんだけど、奥側にあるのが多分なんだけど、これソルジャーでしょ。まあなんかね、包帯とかがね AKM に巻いてあったりとかしてね、まあかっこいいですよね。これはね、好きな人が好きなんじゃないかな。まあ男の子が結構好きなんじゃないかな。やっぱりね PUBG って言ったら世界観はどっちかって言ったらね、ポップな感じというよりはまあリアル感があるっていう、まあゲームにはなってるか。まあまあモバイルって言ったらちょっとね変わってきてるけど、いろんなスキンもあるし、もうリアル、もう普通のね PC 版の PUBG とモバイル版の PUBG ではちょっと違うところはあるけれども、まあ、その中でもちょっとリアル感があるようなスキンになっているかなと思います。で、新しい仕様も追加されて、こちら見てください。シーズン7って左側に書いてあって、ランク1、ランク2、ランク3、ランク4みたいな感じで、まあ、順番順番にこうなんかレベルって言ったらいいのかな、まあ、ランクが上がってるような感じで、まあ、ウェイティングって書いてあるんだよね。だウェイティングっていうのは多分このランクが上がるごとに何か報酬が得られる。例えば、まあ、スキンもそうだし、エモートもそうだし、あとは、まあ、称号とかね、そういうのも得られる可能性があるっていう画像になってます。で、こちらがリークされていた、エリートパスのロイヤルパスの画像になるんだけど、これちょっと拡大してみるとね、あれなんですよね、バックもあれば、まあ、さっきこれ見たよね、まあカーとか、あ、これ AKM か、 AKM で、その下が多分カーかショットガンか、多分カーだと思うんだけどね。で、さっき見せたような内容と同じなんだけど、まあこんな感じでエリートパスと普通のまあロイヤルパス、そしてフリーパスっていう感じの3つがあるみたいです。まあフリーパスは無料なんですけどね、まあ無料の方のロイヤルパスはやっぱりこうもらえるものは限られてくるので、まあ、やっぱり課金した方がいいかなと思います。で、ちなみにこの画像もね見てもらうと分かるんですけど、プラス 600UC って書いてあるの。ロイヤルパスをまあ購入すると 600UC もらえるのよ。要はプラマイゼロになるのね。どういうことかっていうと、 600UC 出して今回のシーズン7を買えば、シーズン8、シーズン8になった時に、ちょっと待って、まあ無料でゲットできるよと。シーズン8はもう無料でゲットできる感じになるんで、一回買ってしまうと後々すげえね、金銭的にも楽になるっていうね感じなんですよね。とりあえず敵を倒しましたんで隠し入れてきますわ。オッケー、9キルありがとうございます。まあポチンキでほとんどキルしてたんですけどね、このキル数はね。で、他になんか画像ないかなって、まあいろいろ調べてたんだけど、まあこれくらいかな、リークされてたのはって感じですね。で、今現在のシーズン6が終了する時間が2019年の5月15日に終了する予定なのね。だから、まあ前回のアプレとかで計算というか、まあ予想すると、まあ5月の20日ぐらいまでにはシーズン7が来るんじゃないかなっていう感じなのよ、俺的にはね。まあわかんないけどね、ちょっと、まあその辺についてはまたなんか公式から発表があると思うんで、まあツイッターなり、まあそういうところをね、まあ僕は結構ずっとアンテナ張って見てるんで、まあそれも近々ね、アップデートの情報で何日って分かったら、まあこのチャンネルの方で動画出すので、ぜひよかったら今のうちにチャンネル登録、高評価、あとはね、通知ボタンを受け、通知ボタンオンにすると通知受け取れるんで、まあほかほかの最新情報が得られると思うんで、通知ボタンもオンにしてお待ちください。ちょっと敵も来たので、お、いるね。検問してたんだけどさ、いるっすね。撃っちゃいましょうか。爆発させよう、爆発させよう。おー、ナイスナイスナイス。やるやるやる。どうかな、みんな欲しいものありました？まだもっといっぱいあるんだよ。もっといっぱいあるんだけど、まあ、やっぱりリークっていうのは、ちょっとのものしかね、やっぱ公開されないんで、リーク情報としてはこんな感じになるんだけど、欲しいものあったかな？俺ね、やっぱりスキンが欲しいね。多分、レベル100になったらもらえる、スキンが欲しいんだけど、さっき見せたこれだね。ウルヴァンとアサルトってやつだね。どっちがいいですか？ちなみに俺は、ウルヴァンかな。まあ、アサルトもかっこいいんだけど、ウルヴァンかな。うん、みんなはどっちがいいですか？よかったらね、コメント欄にコメントしてください。どっちがね、まあ、多いかっていうのもね、ちょっと見てみたいなと思うんでね、ウルヴァンかアサルト、どっちがいいですか？コメントもしてみてください。じゃあ、ということでね、ちょっと検問し始めてるんで、とりあえずはちょっとね、優勝もね、ドンカツもしたいと思うので、ドンカツ目指して頑張っていきましょう。あー、海落ちしても、やられていく。さあ突撃していきましょう。まあ残りもう12人なんで、ここに突撃したいと思います。今ここのやつを倒しましょう。さあ突っ込んでいきます。まあただね、今ちょっと、あー、サブレさせないから、ちょっとびっくり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 、グレネード投げたよ。そっち1ラメ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 
ダメだって言っちゃう。あ、上にいる、上にいる、上にいる。なにこいつ、なにこいつ、なにこいつ。やばい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 。え、気づいてない。え、気づいた。バカ、危ない。なんだこいつ。このパーティーなんだ。絶対来るぞ。2つスモーク耐えてる。もうアンチ外だからね、相手はね。あとは俺が打ち込むだけ。来た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 。来まーす。ナイス。オッケー。ラスト1、ラスト1。どこにいる？いいよいいよ。ラスト1だから、もうあと引き殺しちゃってもう何でもいいからね。うん、ナイス。いいね。はい、じゃあということで今回は PUBG モバイルシーズン7についてお伝えをさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、また新しい情報などもあったら動画にしますのでぜひご期待ください。ではまた次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。